東京のゲイパレードに参加したキャンディ・ミルキー・キャンディ・ミルキーは日本の女装愛好家。主に東京都内の路上に出没するキャンディ・キャンディおじさん、メルヘンおじさんなどとも呼ばれる東京原宿キャンディ・ミルキーという大きな名札をつけた赤いフリフリの衣装にランドセルと帽子が特徴。これは大好きな漫画キャンディ・キャンディを参考に手作りしたものである。ウェーブのかかった 茶色いカツラとメガネ、濃いめの化粧をしている。女性的な仕草をすることはないため、一目で女装者だと判断することが可能。日本における女装愛好会の有名人であり、アマチュア女装者向けの雑誌、ひまわりの編集長兼発行人を務めていた。かつては、原宿界隈で目撃されることが多かったが、近年は中野など、他のエリアでの目撃情報も、 少なくない。また、同性愛者など性的少数者のイベントである東京プライドパレードにも積極的に参加しているようである。キャンディキャンディグッズの収集家であり、コレクションの展示会を開催している。一方で、ミリタリーマニアでもあり、愛用しているバイクも軍用バイクであり、基地さんやミリタリーイベントでの目撃例がある。高校卒業後、印刷所に勤務する。退職後、 車職業及び反した製作業として独立。2019年までは羽田空港の作業員として働いていた。現在は週5で製造業、家業の傍ら除草士の発行と除草での外出を行う。2007年11月14日に東京、千歳カラス山のアンズホールで行われたイベントで除草のきっかけとして幼い頃から 異常なほど姉の下着や服に興味を持っていた。家族が留守の間、内緒で着るのが好きだった。ある日、銭湯に行った際、親が持たせた着替えの中に間違って、姉のブラウスが入っていた。閉めたとばかりに、遠回りしながら、姉のブラウスを着て、夜道を帰ったと語っている。2020年現在、葛飾区柴又の昭和レトロキスソセピアにて、キャンディキャンディ博物館館,館長を務める。 ありがとうございます。